死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。少し練習しておきましょう。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影してみて。遮影機が映し出すものは隔離よ。つまり隠された世界。死後の世界に近いもの、見えてしまったものにあまり深く関わらないこと。気をつけないと隔離世に引き込まれてしまう。これを持って。これが今回のよすが。あなたが探すものの手がかり。焦らないで慎重に行きましょう。さあ中に入って。この写真は弔い写真。死者を弔うために撮られた写真で、蓮からの依頼なの。その写真はここで発見されたものらしくて、他にもないか調べてほしいそうよ。
この部屋かしら。鍵が必要ね。遮影機を使ってみましょう。これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあまりいい場所じゃない。
ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。あの先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か？受け取っておきました。